どうも皆さん、ドリフトステーションの川崎です。今日はですね、D1 ライツの第6戦メンハンに来ております。我々はですね、この D1 ライツの参加車両の中で RB エンジンを未だに使って頑張っている人にスポットを当てようと思います。今や数少なくなってきた RB エンジンをこよなく愛すかどうか分かりませんがRB エンジンでそこそこの成績を出している白井君です。どうもよろしくお願いします。あなたはドリドリ界では超有名なかっちょいい車を作る人です。ドリテンの表紙にもなったことがあります。ありがとうございます。そのあなたが急に競技の話題に入るそしてこのような車高の高い車にお乗りになりですね。どこの車ですかこれは。これはうちの社長の車ですね。大久保ファクトリーさんのデモカーと言いつつも社長の社長が鈴鹿走ってたマイカーですね。ここを見ると型式が ENR34 です。はい、四駆です。四駆ですね。ベースは四駆ですね。四駆の GTR ではない四駆のクーペの、はい、ってことはもともとエンジンは何が乗ってたんですか。もともと純正は25の NA が乗ってます。はい、NA しかないの。 NA しかないです、ね、それに今乗ってるのが25のターボですね。25ターボです。簡単に仕様を教えてください。簡単の仕様はまあノーマルエンジンに。すみません、はい、ノーマルエンジンって言いました。まあ、この D1 ライトの世界ノーマル？そう、中古車から下ろしたノーマルエンジンに透明さんのポンカム、透明さんのポンカム、ポンカムとトラストさんのトラサージをデンスロー用に溶接してもらって、はいはいはい、でデンスロー化して、まあ GCG の G35900のタービンがついてるぐらいです。あの腰下ノーマルってことでしょ。僕の記憶が確かなら日光では26が乗ってたと思うんですよ。ああそうですね。なぜグレードダウンしてるんだ。まあ26も今高いし、うちのお客さんとかで行くと希望が多い。社長のだし、エンジンは社長のだし、怖くてアクセル踏めない。そうだよ、社長はこの車に26としてタイムアタックをする大事な GTR っぽい昔からあるスカジーの R 仕様だったんですね。そうですそうです、はい、ライツ仕様になってしまいました。ライツ仕様に、はい。6戦目ですね。今度5戦中何回予選通ってますか。今のところ3回です。すごい。26エンジンで通ってるの。2個は2回通って、横引きで落ちちゃって、尾翼は1回通って1回落ちちゃって。尾翼の時これ。尾翼の時これです。すでにこれ。ナビはちっちゃかったんですけど、1個ガラス割れた時だね。そう飛び石でガラス割れた時だね。はい、朝1でガラス割れて。ということは25でもライツの予選にはここさえあれば通るっていうことを彼が証明してくれてるわけです。運が8割ぐらいだと思います。で、やっぱりこういう車になるとこういうのがどうなってるのかなって思うじゃないですか。四駆だからここが。そうですね。これはどうなってるんですか。これは、まあ、フレームもドラ車が逃げたりして形が違うんですけど、うん、ネジ穴とか高さもちょっと違う。四駆のメンバーだから。そうですね。で、四駆のメンバーはもうなんかこう四角い枠みたいになってて。うんうん、でドラ車が通ってテンションロッドがすぐ枠もついてる。メンバーからテンションロッドが入ったりしてるんですけど、そう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 、ボディについてないんだよね。そうですね、うん、これは一旦板をその純正の位置で止めて、その板から FR 用の位置を全部測って、うん、FR 用の位置でボルトを出して、うん、FR のメンバーがポンってつけるボルトオンで、あのミッション違うのを乗せるの。プレートがあるとプレートが1枚入ってて、そこでボルトで調整して34の普通の FR の FR から全部いろんなとこで同じように位置測って目標とか。ロアームの付け根についてる重要な部品あるじゃないですか。はい、あれは何をつけてるんですか。ロアームナックル。あ、ナックルですか。はい、ナックルは MCR ファクトリー の横井さんに新しくギャラクシーナックルをスカイライン用で作ってもらって。横井ナックル横井ナックルに R34 用があったんですか今まで。もともとはなかった。ない。シルビア用しかなくてスカイライン用はやらないって決めてたらしいんですけど。シルビア用ばっかりじゃないですか。はい、ちょっとライツ行くんでお願いしたらスカイライン用作ってあげるように。あの横井くんはシルビア乗りとしか僕は認識がないんですけど、スカイライン用ナックル作れるんですか。特性とか乗ったことあんのこれに。イメージして一発目試作品みたいなの作ってもらって、一緒にサーキットに行って彼もこれに乗って乗ってもらって
随分デモカーと思えない感じの走りですよ。走れるのがギリギリぐらいな。こういう、ああいうとことか、こういうとことか、こういうとことか、大久保ファクトリーのデモカーとは違うんじゃないかな。まあこの競技ドラフト界では RB 搭載車というのがすごく少なくなってきましたが、ここに期待が持てる人がいますので、今後ともですね、大久保ファクトリーと翼くんの活躍をご期待ください。はい、続きましての RB 乗りといえば安藤くんです。どうも。安藤です。安藤くんは、はい、C33 以外の車は乗ったことないんですか？ないです。もうずっと33ロールのみ。何歳でドリフト始めたの？18ですかね。そっから今までずっとローレル、はい、ずっとローレルです。33ロール半端ない人を発見してしまいました。ローレルしか乗ったことなくて、はい、エンジンも RB しか乗ったことない、はい、ないです。最高です最高です。今回ありがとうございました。ありがとうございました。今これは25に見えますけど、はい、中身は何ですか？中身は 2.7 です。少しお金持ちですね。いやいやいや、とんでもないです。 2.7 ということは、はい、クランクピストンが違うってことですか？クランクは26純正です。26純正、はいはい、でピストンは何ですか？ピストンは87です。87、はい、そうすると 2.7 ができる、はい、ヘッドは何してますか？ヘッドは普通の33エンジンです、うん、カムとかは？カムはケルフォードの264、274かな、うん、うん。そしてこれは？これはマンバです。いつからつけてるんですか？これはなんか最近マンバーとかいるじゃないですか。いますね。いますね。これどうしてマンバーですか？マンバー安かったんで。何馬力ぐらい出る感じで作ったんですか、これは？これは600出したかったんですけど、結局570ぐらいしか出なかったんです。まさか25ミッションが普通の総合会になら強いからって、はい、そのままではないでしょ。さすがにそうですね。壊れますね。で今はこのかっちょいレベルがついてる下には何が？これは今あの25ミッションに中組み込む道具、エッジパターンの道具が、エッジパターンの道具場が入ってる、はい、はい、国産？海外の海外ってどこ？オーストラリア。オーストラリア。オーストラリア。あのメーカー名とかあるんですか？メーカー名はなんかスピードオートレーシングです。スピードテックオートレーシングか。長いんですけど。エッジパターンで道具、はい、5速、はい。いつからこれ入れたんですか？これ今年からですね。ああ、今年の1戦目から。はい、1戦目から、はい。いや、一速に入らないようにするらしい。ああ、これでミスシフトで1に入んない。ああ、そうこれ押した時1に入る。これ押すと1に入る。普通さ、これと押した時バックとかが多いじゃん。そうかと思ったら逆でした。でもじゃあ絶対1に入るシフトミスはないんだ。ないっすね。ない、はい、それはないっす。ちなみに今回、はい、スタートラインが随分変わった名なんですけど、はいはい、どういう感じであの最初コーナー入ってるんですか？ギアは、ギアは2速発進ですね。あ、そう、はい、で最初コーナー手前で3入れて3です。クラッチ持つ？クラッチは滑りました。2速発進で3、はい、でストレートで4。あ、いや、スーツ3です。あ、そうなの。 B ピラーがないから不利って言われることも多いと思うんですけど、はい、乗ってる人からしたらどうなの？乗ってる人からしても不利だと思います。でもあんまり分かんないですね、自分は。でもこれしか乗ったことない。その不利をどうにかするために、はい、こんなすげえロールバーいろいろ入れてみたんですけど、あの、はい、普通の人より強烈に入ってますよ。そうですね。あなたの考えですか？はい、適当に入れました。こういう加工ができる人？いや、パイプ繋いだだけです。え、でも自分で作ったの？一応バッテンと、一応、はい、縦バッテンと横バッテン、はい、一応。ああ、そうなのね。ローレルと、ローレル乗りとしてね。そうですね。RB エンジンを壊してきたんですかね、はい、今まで。壊れてますね、何機か。純正が？純正は棚落ちして、前のやつは溶けました。純正が？いや、それは社外です。ピストン溶けちゃった。今ブーストどのぐらいで、580馬力ぐらいですよ、だっけ。570ぐらいです、はい、ブースト何キロぐらい？その時、セッティング取った時 1.8 ぐらいで、今は 1.56 で乗ってます。絶対ピストンはいると思います？ピストンいると思います。絶対いると思います。炭素ピストンはいる。炭素ピストンとこのとは入れた方がいいと思います。この500馬力以上で走るんだったら間違いないです。トラサージャーでも良くも悪くもっすよね。下はやっぱなくなるけど、やっぱ上の伸びは、うん、あの RB のエンジンと相まってすごい良くなるんで、上が使えればすごいいいと思います。かっこいいし。じゃあ、マンバのタービー、シンコの
マニっていうこの今時っぽい感じは。シンコのマニはどう？シンコのマニは音がいいんでいいっす。ああそう、音がいい。みんなそう言うじゃん。やっぱりそう。いやそう思います。シンコのスチームマニは割れないし音もいいしって。じゃあ水槽みたいで2J とかが相手になっちゃう場合、はい、アルビーノとしてはこう不利感を感じるんですか？不利感しかないっす。そうなの？まあ、だから出だしを頑張るしかないっす。だってね、不利感しかないって分かってんのに、はい、これでいくって、はい、もうさ意地だからっていうレベルじゃないでね、ライツも。この先アルビ30かなっていう感じですね。腰下は腰下は 3リッターにしようかなと思ってます。そう予定はなんとなくある。一応、はい、ちょっとずつ部品集めて、あ、そうなんだ、やろうかなと思ってます。じゃあまあしばらくは、はい、安藤くんは RB でこのライツをやっていくと、はい、間違いないです。宣言しましたね。宣言します。僕はトヨタには行かないです。トヨタには行かない。見てる人ももう裏切らない、はい、応援してあげてください、はい。クランクとかほら言うじゃないですか、はい、ピストンクランク、はい、あエンジンってできてますね。それで、はいはい、その辺はついてます。綺麗な純正を使っております。純正、はいはい、純正、腰下純正、腰下全くの純正でございます、はい。まさかと思いますけどヘッドもフルノーマルじゃないですよね、はい、ね、はい、あのバルブはノーマルです。バルブはノーマル、はい、カムだけ変わってます。カム、どこのカム、はい、HKS やったと思います。もうかれこれ10年ぐらいこれやと思うんで。このエンジン上げたりするんですか？ああ、そうか、ちゃうわ。エンジンブロー調べて変えてるわ、はい、これ何回か変えてます。このエンジン何年も使って、これね、これまだ2年ぐらいですね。あ、そうで、GT06、25G。 いや、これは 20G です。 20G 下げました。 20G 水槽で追いつけないんで、下がないと。水槽でって言ってるよ、この人。あくまで水槽で走ることを全然考えてるよ。そうです。タイヤのグリップで追いつけないんだと思いますよ。違います。違います。それも違います。でも全部パッケージで考えると、20G の方が、うん、あ、そうですね。250も回りますけど、もうドッカンなんで、やっぱしノーマルやと。そんな素晴らしい25にこっちにくっついてるミッションとか何使うんですか？ RB25、ECR33 純正です。出た、平成初期の考え方。今やね、Z32 とかですよね、流用って言ったらね。まあ、欲しいところですけど、欲しいところですけど、いや、これはね、十分ではないっす。あ、そう？25ミッション不利です。壊れる時がある。いや、2から3が離れすぎなんですよ。何本2で引っ張って3入れ、ダンって入れても、トンと落ちるんですよ、回転が。今や D1 ライツ界でも、駆動系のトラブル、デフが行きました、ドライブシャフト行きました、何でも聞くんですけど、うん、これに関しては、うん、ありますそれ。トラブル、うん、ないです。一回も？一回もない。ドラシャが俺知ったとかもない。ほんまにないですよ。あなたの人生にドラシャ俺っていう辞書ない？ない、すごい、すごい。あ、唯一あの245はめたての時にリアナックル割れました。はめてすぐで補強はしました。 今も245だからちょっと食うんでしょうね、やっぱりグッと。今時、今こういうのついてる人がいないですか？そうですね、電気ですね、みんな。これワイヤーなんですね。 あとですね、機械式です。今時、Z32Aeroなんて使った人いないんですよ。これもう ね、平成元年ぐらいの中に、ね、Z32 自体やばい、古いですね。いつから使ってるんですか、これ？これはね、本当にずっとですよ。この車、あ、じゃあこのエンジン乗ってる車買った時から10年なんてことない。それの前ですよ。10年なんで SR エンジンの時からもっとこれ使ってました。10年以上ずっと Z32Aeroで10年以上使えるの？全然ノントラブル。こんなにエアクリーナー汚いのに、はい、これすげえ汚い。
これはほんまに変えた方がいい。まさか黒いスポンジじゃないですよね。緑だったんですよね。はい、そうです。これは定期的に変えた方がいいと思います。もう触りたくないぐらい汚いけど10年以上 Z3DR が使えるっておかしいっすよ。いや壊れへんっすよ。違いますよ、壊れてるんですよ、もう多分ちゃんと回るもんだよ、回る。すごい。大丈夫です。こういうの純正ですか？これはね、純正です。純正、やっぱりね、車外なんか壊れそうなイメージがあって、やっぱ電気もんは純正が一番偉いかな。もうね、目から鱗が落ちるぐらい貧乏人が喜べてますよ、今これ見てる人は。ああ、そうですかね。25の腰下ノーマルで、Z3DR を10年以上使ってこんな汚ねえやろとかでも D1 ライズ予選通るんだ。大丈夫です、絶対行きます。すげえ、ある意味すごい。あの、このコンピューター何使ってるんですか？あ、聞きますか、そこ。聞いちゃいます。パワー FC です。やっぱりな、俺絶対そう言うと思った。もう全てが平成初期。金プロとかではございません。パワー FC でございます。全てが平成初期だよね。この車はさ、オイルクーラーとかついてるの？ついてないっす。ついてない？なんで？オイルクーラーがついてない。これはね、信念あるんですよ、僕は。トラブルの元やと思ってるんで、はい、オイルクーラー。漏れる部署は漏れる。当たったら漏れるエンジンブローでしょ。オイル危ないっす。触らない方がいいっす。あの、なんでそんな最後にビッグな値段ぶっ込んでくるんですか？オイルクーラーいらない主義。いらない、いらない。強い信念。それやったら、あの、何週間してクーリングしてるんで十分やと思うんです。連続走行する必要もあんまりないと思うんですよね。だって連続走行しちゃってタイヤ垂れて常に毎週変わるわけじゃないですか。で、大会って結局日本じゃないですか。その日本にかけやなあかんので、そんなこと考えて走ってるように見えてないんですけど。考えてます。生まれてこんな方オイルクーラーを買ったことがない？ない。移動ブロックとかつけたことがない？ない。お客さんのとかだけです。エンジンブロックにオイルフィルターが刺さっている？はい、そうです。もちろんもう見えてます。すごい、すごい。ピットワークって書いてあるかな。あの、コンロットボルトあるじゃないですか。もういきなり来た。あれは絶対変えた方がいいです。あれは変えやん、急にメカニカルな話を変えやんと何回も俺飛び出してるんですよ。ちょっと待って、全然ノーマルじゃないじゃん。じゃ あ純正ですよ。純正に変えるんです。伸びるんで、あれで飛び出るんですよ。ガタ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 。辻君、いい話を聞いてくれましたね。これ絶対、絶対です、絶対です。腰下ノーマルであっても、はい、コンロットボルトは新品に入れ替える。一度開けてそれだけは変えた方がいいと思う。もう大体伸びてるんで、でそれでぶん回そう、また伸びて、ダタ出て、ドン。プロみたいなこと言い出した、こんなエアクリーナーのくせに。エアクリーナーとかエアフローを掃除するよりもコンロットボルト新品するのが一番。間違いない。すげえ。僕1年で3機壊したんですよ、一昨年ぐらい。25? そう。で、その、それを変えたらもうピタッと止まりました。これを見ちゃった25乗ってるやつがもうすぐにもう買い始めますよ、うん、でも大体の人は買えるらしいですよ。そうなの？オーバーホールしたら、それも抜いて打ち替えるらしいんですけど、したらね。中にはローレルに安全乗せる人が通常する人もいるじゃないですか。いますね。ああいう人どう思います？実際邪道ではないと思いますよ。邪道ではないと思う。実は僕もこっそり乗せたい気もします。まあこれの問題もありますし、でも多分通常乗せようが何しようが多分一緒やと思うんですよ、僕。ドリフトってあなたの場合15インチだから何を乗せてもあんま変わんでもない。あんまパワーって書くだけなんで、多分これぐらいで、ライトやったらミニサーキットばっかなんで、まあギリなんとかなるかなっていう。ローレル15インチだから、うん、それでもいいってことになる。むしろ15インチも変えたくないんでしょ。で15インチを変更する決まりない。絶対変えます。これは絶対、絶対。サイズは変えますけど、これが 1J になったって15インチは絶対、はい、間違いない。なるほどね。絶対。こんな本でよろしかったでしょうか。以上、RB 大好き、ローレル大好きの辻先輩からの教えでした。はい。